はい、皆さんどうもこんにちは、和風です。今日やっていくのはスマトラオオヒラタの、飼育法について、やっていきたいと思います。はい、じゃあね、早速やっていくんですけども、はい、その前にですね、皆様チャンネル登録者100人、登録してくれた方、あといつも見てくれてる方、ありがとうございます。もう100人って、まあ、一般的な YouTuber、まあ、何万人とかから、何万人みたいな人から見たら、まあ、全然そんなすごくないかもしれないんですけど、個人的に100人に登録してもらえてるっていうのはなんかすごく嬉しくてですね、はい、いや本当に、登録してくれてる方、あと登録してなくても見てくれてる方、すべての方に、ありがとうございます。はい。でね、まあ、動画作りとかも、全然素人だし、まあ、クワカブ飼育歴何十年とか、まあ、結構ベテランの方からしたら、全然そんなのちげえよっていうこともあるかもしれないですけど、とにかく見ていただいて、ありがとうございます。はい。まあ、これからもですね、まあ、そんな参考になるかどうかわかんないですけど、まあ、そういうような動画、皆様の参考になればなっていう動画を上げていきたいと思いますので、よかったら応援よろしくお願いします。じゃあ今回ね、温度とあとペア買いがどうなのかっていうことと、あとマットについてと、あと餌について、やっていきたいと思います。じゃあね、ちょっと今ねこれまだ休眠中でね、潜ってるんですけど、あ、いましたね。ちょっと起きてくれるか、はい。で、やっていくんですけども。はい。でね、このスマトラヒラタ結構、人気だと思うんですけど、皆さんどんな感じで、飼われてますか？はい、今日ちょっとね、僕が紹介する方法は、絶対正解というわけではないので、もしいいなって思うところがあったら、取り入れていただければな、と、思っております。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。このスマトラオヒラタが住んでいる地域は、まあ、インドネシアの、まあ、最近だとアチェとかベンクールがメインだと思うんですけども、そのちょっと気温、その現地の気温ですね。スマトラ島にアチェ州っていうのはこう、スマトラ島って細長くて、で、上の方にアチェ州があって、で、割と南の方にね、ベンクール、があるんですよ。はい。なのでちょっと今日その気温をちょっと調べたので、言いますと、まあね、だいたいスマトラ島全体として昼間の最高気温の平均が32度とか、これ一定なんですよね。日本みたいにこう気温に冬とか夏があって波があるとかっていうのではなくて、ほぼねこう行って30度付近ですね、最高気温が。じゃあ次最低気温なんですけども、まあ、大体ね22度ぐらいですね。夜の、そう、大体夜冷えるんですけども22度ぐらいになっています。でね、このスマトラオヒラタとか、あとはパラワンは違うか、まあ、大ヒラタ系ですね、でかいヒラタは結構ね標高が高い位置、そうで取れるらしくて、800メートルぐらいかな、標高。で、取れる個体が多いらしいんですよ。はい。で、先ほど紹介したインドネシア、スマトラ島の最高平均気温が32度前後だっていうことなんですけども、あれはちょっとね、市街地、そうですね、人間が住んでる場所ですね、の気温なので、こういうね、クワガタとか割とね、涼しいところにいるんですよ。で、まあ、1度で、まあ100メートル上がるとまあ1度ぐらい下がるので、大体。って考えるとまあ32-8で24か。日中ね、暑くても24度ぐらいなんですよね。そう。で、夜が22度なんで、市街地が。それから8引くと、
うん、まあ14度とか15度かぐらいになるんですよね。そうなので思ってる以上に涼しいところに住んでいると。はい、なのでまあ日本のね、ただね15度以下は危険だと思いますね。うん、そうなのでまあ波として、うん、22からまあ15度ぐらいの間でこう1日こんな感じになっているので、うん、間、まあ間ではないですけど、間取って22とか、うん、が一番あの長生きしてくれるんじゃないかなと個人的に思っております。でね、まああの平田とか大桑系って結構寿命が長いので、うん、まあ大桑なんかね、あのすごい長いので確か7年だったっけな生きてて、まあ平田もね最長で4年とか、うん、生きる個体いるらしいので、僕はせいぜい長くても1年9ヶ月ぐらいかな、うん、ぐらいしかあの今までで経験はないんですけど、長いと4年生きる個体もいるらしいので、はい、まあ、22度ぐらい、うん、はいいんじゃないかなと個人的に思っております。はい、でね、あのアルキデス平田っていますよね。あの結構筋肉マッチョみたいな、あのゴリゴリ系の体型してる、はい、あのアルキデス平田は、まあ、スマトラ島で同じなんですけども、あのね、標高がスマトラ平田より高いところにいるんですよね。はい、でまあアルキデス平田は割と21度とか、まあ、20度ぐらいで管理すると結構長生きしてくれるんですけども、うん、やっぱそれより標高が低いってことで、ですね、まあ、22度ぐらい、うん、がいいんじゃないかなと個人的に思っております。で次ペア買いがどうなのかっていうことなんですけども、うん、ペア買いはね、あのやめた方がいいですはい、これはあのまあね、ちょっと今この顎でね、直近やられちゃうともう真っ二つになっちゃうんで、はい、これね、あのお子さんとかもここに指入れちゃったりすると、もうとんでもない、この内視でね思いっきり肉貫通するみたいなことあるんで、もう貫通っていうか穴開くみたいな感じでね、うん、ペア買いは、やめた方がいいと思いますね。うん、でメスもね今こちらに行ってね、こんな感じで元気にしてくれております。かわいいな、プリプリで、お前は。ん結構割とでっかいんですよねこれ。何ミリだっけ、53ミリぐらいか。うん、まあ、特大ではないですけど、まあ結構でかいと思います。はい、じゃあ次ですね、マットの深さですね。うん、これね、今この子まだ休眠完全に開けてないって感じですかね。マットの深さが、ま、潜れるぐらいには、入れるようにしていて、でね、こういう木とかあるとその下に潜ったりして、なんかよく隠れてるというか、ま、休んでる様子が見られるので、うん、マットの深さでもこれかな、 2,3 センチぐらい入れてあげると、そう、まあ、カブトムシみたいにね、こう縦ってか体高が高くてずんぐりむっくりしてるっていうわけではなくて、平たいので、うん、まあ、2、3センチあれば潜れるかなとは、思います。はい、じゃあね、次餌についてなんですけども、まあ、この子はまだ休眠明けぐらいなんで、そんなにガッツガッツ食べるわけではないですけども、まあね、もうメスですね、もうこれ完全に休眠明けしてて、あの餌はね、これ昨日の昼ぐらいかな、入れたんですけども、もう食い切ってますね。うん、なので、まあ、オスも余裕で、まあ1日でゼリー1個はもう完全に食い切ると。うん、なんでね、まあちょっとだいぶあの食いしん坊くんなんですけども、あのゼリーはね切らさないで入れてあげると、いいと思います。特にあのペアリング前とかですね。うん、産卵とか終わって、あのまあ長生きしてほしいっていう場合だったら、まあ1週間に1回程度で全然長生きするんですけども、
これからペアリングっていうか産卵が控えてる種親くんたちにはなるべくこう切らさないで餌をあげてあげた方がいいのかなと思います。はい、あ、じゃあちょっと追加なんですけど、マットの湿度なんですけども、これちょっとね、こうやってやると手に水分が残るくらい、がいいと思います。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。他にも動画あるので、よかったら見てみてください。